はい、どうも、ギテです。本日もご視聴いただきありがとうございます。そして本日はゲストをお招きしております。はい、かなこです。よろしくお願いします。2回目の登場なんですけど、前回僕が20万人突破した時にTWICEの I Can Stop Me を踊るって企画をやったんですけど、初のダンス企画で、なんかシリーズ化したいとか言ってたんですけど、引っかかりからできてなくって、で30万人最近突破したので、ありがとうございます。そのなんか企画として一応なんかまた踊ってみた企画をしたくて、もう最近ねブラックピンクのねもうカムバされたじゃないですか。はい、毎日鬼リピートしてるのでもうそれをどうして踊りたくて、かなこ大先生に今回はまたお願いをさせていただきました。よろしくお願いします。お願いします。ギテ君結構ねこの前ねうまかったのよ。そう、僕センスあるんですよ。そう、いや自分で言うなってうさ。いやでもね本当に、はい、本当にそうで、多分なんかあの見せ方を知ってるからすんなり、覚えてたから多分いけると思います。前は確か30分でサビを覚えたんだけど、今回ちょっと一番丸々とかできないかな。でも今日スタジオ 1時間半借りてるんですよ。はいはい、あの余裕持って1時間半で一番初心者が踊れないかなと。やっちゃいますか。やっちゃいます。やりたい、やりたい、やりたい。頑張ろう、頑張ろう。やりたい。私もちなみに覚えてないから、一番のところは。あ、だから一緒に覚えよう。じゃあ前とまた違った企画で、うん、今回は一番をまるまる踊り切るというミッションに挑もうと思っております。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。早速やっていきたいと思います。はい。お願いします。はい。じゃあやります。はい。もう覚えてますか。おお、いいね。あ、でもね全部多分逆で覚えてるわ。こっち、足違う、これこっちだね。こっちだ。うん、あるあるだね。こっち合ってる。イエス。あ、あ、あ、うんうんうん、オッケーオッケー、いけそう。じゃあいきます。最初が、I bring the pain light。 イエス。このスタイル。そしたら左右で左出してあげます。うん、そう。で、お尻フリフリフリ。こっちね。そう。で、足膝曲げます。Taste the pink pen ってなるんだけど、その時に手がなるんですよ。Oh my gosh. 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 What happened?はあ、私はこっち。いいじゃん。これでいこう、これでいこう。めちゃいいじゃん。ナイスナイス。超いいじゃん。同じような動きだから。緊張するんだね。そう、順番さえ覚えればって感じ。意外とちょろくね。言ったね。ブラックピンクネーさんとちょろくねなの。いや、ブラでもブラックピンクそういうの多いかもね。マネしやすくしてもね。うん、多分そうだと思う。だけどなんかかっこいいのがね不思議だよね。すごいよね。目で殺しにかかってきてる。いや間違いない間違いない視線で見てるよ見てるよ視線長いから。やってみる、ゆっくりで。じゃあ 80% ぐらいで流してみる。Thank you.
っちゃう。そう、一緒の俺が大変な。一回最初間違えたらもう、あ、出ない、終わった。あ、もうブリ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 みたいな。ブリ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 。どうしましょう。やめれる、お尻で無理無理すんの。この不良なんか男っぽく踊れないかな。どうぞ。自分の内なる。内なるブラックペインが出てきた。多分すごいなんかもうこんなんしてるからさ、なんか普通にかっこよく踊れないかなみたいな思ったりしてる。お尻こうやって出してるからじゃないの。え？多分反ってるからだよ、ここ。反り腰なんだよきっと。うん、そうかもね。ヒョンジンね、ガールズ得意なんだよ。ヒョンジン。ベルベルの、あの、サイコ。踊ってるやつがあって、でもマジで妖艶だよ、うん、じゃあどっちもいけんだね。どっちもいけるよ、ヒョンジンマジ好きだわ。ヒョンジン顔めっちゃかっこいいんだね。わかる。私ヒョンジンこのぐらいの位置で見たことあるの。ライブ稽古に行った時、めっちゃ近くて、たぶんこの辺めっちゃかっこいい。じゃあ俺ヒョンジン、え、うん、なんならヒョンジン、あ、そう、こんな感じだった。ヒョンジンはそんなポーズしない。ごめんね。あとちょっと。あとちょっと。身長も変わらんしたね。何センチ？82。おお、じゃあ本当にそのくらいだ。さすが。でもほぼヒョンジン。ほぼヒョンジンですよ。ほぼヒョンジンだよ。はい。ほぼヒョンジンですよ。はい、ちょっと一旦黙ってもらうと練習してもらっていいですか？ね。ほぼヒョンジン。すいませんね。はい、行きます。前回の TikTok じゃないわ、TikTok か、250万再生です。ビデオもそうぐらい。あ、本当に？ビデオ100万再生でしたよ。なんかね、しかもね、学生から、私の職場の子たちからめっちゃ言われる。見ましたって。おやすみファイヤーファイヤーアフリンのデイマイ。そっか、でもそしたら1列になってないといけないね。あ、そっか、ジスパートすらも交互にやる。そっか、あ、そうする。先に俺さ、後ろ行ってるんですか。うんうんうん、見えないけど見てる。パンパン。パンパン。しけど。パンパン。しけど。わかるわかるわかる。で、芸人がいるしけどっていう。え、それじゃない。しけどの女。なんとかなんとか全部しけどで終わらせる。例えば。何を見てるの。昨日餃子いくつ食べたって言われて、うん、曲が流れて、しけど。四か五。しけどっていう。かわいい。全部シカゴしか言わないから。あ、そうなんだ。全部四角で終わらせる。いいと思う。それやって。シカゴシカゴ。そうギペグってさ、ほんとさ、なんかさ、ギャップありすぎじゃない。なんでシカゴ。だっていつもさとかさやってんじゃん。ダメにしたよ。してないして。ダメにした。口指さっちみたいなさやってにいきなりシカゴまでのシカゴ入ってもシカゴわかんないよ。そこでやってみ。シカゴだよ。うん、え、シカゴとかじゃなくて普通にロケ商品のところでもシカゴ。え、ありそうだね。そうそうそう。シカゴ。あ、脇隠すな。香水で脇を隠すな。あ、あ、はい、やるよ。着替えました。
時間やばいんで着替えて。あ、やばいじゃん。あ、衣装最高だ。マジしてる。ナイス。というわけで、今一応時間的には1時間ぐらい、うん、1時間ぐらいだね、経った感じなんですけど、なんか全部だと一番ちょっとやばいってなって、結局時間の都合上を冒頭のかっこいい部分とジスパートから入れてサビって感じにしようと思ったので、うん、はい、ちょっと一旦黙ってもらうと練習してもらっていいですか。4か5しかっこっていうか、そちらの集大成をぜひご覧ください。どうぞどうぞ。完璧だった今の。ナイス。黒サバ、黒サバ、黒サバ。いけた。いけた。お疲れ。なんとかいけた。いけました。はい、こんな感じで、はい、無事に踊れました。お疲れ様で す, 様です。冒頭のイントロから、うん、無理くり自身されるっていう、ね、うんうん、もう荒技見せたんですけど、うん、すごいいい感じいい感じだった、ね、うん、踊れて楽しかったし、一番最後 の, あの成功のカットが一番なんか顔の表情もなんかすごい、うん、こんなもうスリザリンみたいな顔で覚えてから大事大事、スリザリン大事、うんうんうん、だからあのブラックピンク全員スリザリン、間違いないね、間違いない。なんかブラックピンク、うん、ピンクビノムすごい人気だし、うん、違う曲もしてみたいなって毎回言ってるんだけど、うん、次回ねやろう、いつになるんだろう、いつになるか分かんないけどね。でもダンス踊りたいってめっちゃ思うんだよね。うん、だってさ結構好評だったよね、本当ね。好評だった、うんうん、その TikTok とか再生250万再生ぐらいもあって、うん、すごいすごい、うん、でリールもそれ天才で抜けたんだけど、うん、それもすごい回ったし、うんうん、100万再生ぐらい。わお。そうなんですよ。わお。アマチュアとプロ の, この比較動画がすごい人気で、プロとかもあれなんですけど、いえいえいえ、もうぜひいつでも教えるんで読んでください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。かなこちゃんのインスタと、あとなんだろう、インスタグラムか、うん、ダンスアカウントと本アカ、うん、が概要欄に貼っておくので、はい、ぜひぜひダンス見た方はチェックしてください。よろしくお願いします。カバーもたくさん載せてあるので、はい。では今日こんな感じで終わろうと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ゆでとかなこでした。バイバイ。バイバイ。テスタピンケのテスタピンケのダンスタンピンケのギャルギャルギャル。